今に海面からビーム海面からミサイル波のリズボック親の顔よりよく見たやられバンクファーストマンダムに登場する水陸両用モビルスーツでおそらく最強の機体 MSM-07 ック。好きなズボックのパッツはコクピットハッチの昇降リフト メカ部部長の部長です好きなズゴックパイロットはマットアングラーのカラハですメカ部初期会計のメガネです好きなズゴック活躍シーンはガンキャノン捕まえてブフォーメカ部顧問の顧問ですさて今回はズゴックよ MSM-07 ズゴックズゴックは機動戦士ガンダム27は女スパイ潜入にて初登場するジオン軍のモビルスーツシャアが率いるマットアングラー隊 に入りされていた新型の水陸両用モビルスーツがズゴックね。パイロットのカラハも。俺にはゴックよりか、こいつの方がショーに合っている感じだな。と言っているわ。直前の26話で、ゴックが初登場、怪獣映画のような活躍を見せたのだけど。演出が本当に怪獣映画よね。海から出てくる、街を襲う、ロケット、戦車に応戦されると。その直後27話に、ゴックより良い、遠い登場の下田がズゴックよ。あ どんどん強い敵が出てくるのね。ガンダム以前のロボットアニメは、毎回新しい敵が出て倒される、一話完結スタイル。これは、一話完結のウルトラマンの作撃を、マジンガー Z が引き継ぎ大成功、定番化しているのよね。ファーストガンダムは、これを大河ドラマ化、その結果、毎回敵が咲く、倒しきらない時もありと、盛り上がりに欠けるのよ。それでも面白く、盛り上がるように、色々と工夫されているわ。その辺は、 ファーストガンダム水入り動画で細かく触れてるのでぜひ見てほしいわあの動画作るの大変だからもっと再生数回ってほしいわでそんなわけでガンダムは視聴率振るわず玩具は荒れずわかりにくいからじゃないのかもっとわかりやすく毎回新しいやられメカを出せという指示がスポンサーから飛ぶわマジンガゼットのような削撃をしろということねそれによって途中から徳以外のやられメカが出るようになるわ毎回 新しい敵が出てそれを倒すという分かりやすいロボットドラマを期待されていたのよねそれを新型機とか水陸療養とかテスト中とか開発中トークされたとかあの手この手でランダム世界に落とし込むオーダーは聞くが求められたことはやらない男で新型の登場タイミングって12はグフ24はドムとスローモーなのよもちろんアニメは準備に時間がかかるものだけれどスポンサー指示で 最初に出たのが、グフと言われているから、そこから10話以上かかるのはだいぶ長いわ。さすがに長いわよね。でも、ゴック以降はツルゲ落としよう。26はボック。27はズゴック。28はグラブロ。29はゾック。シャーズゴック。ジム。30はアッガイ。あ、本当だ。毎週1体以上出てる。そしてスポンサー指示に従ったのか。ジオン軍の水泳部、水陸両用 MS。 は、いわゆる怪獣的なシルエット、わかりやすいややれメカなのよねあスポンサーの要望にちゃんと答えたのね時間かかっているけどものすごく絞られたとかしたのかしらねさあ<っ>やすひこしなどはそんな普通のアニメにするぐらいならやめてしまえ的な発言をしたといわれているしこのわかりやすいウルトラマンやマジンガー Z の怪獣的なモビルスーツそれはゴックで始まりズゴックはピックだと思うのよ ピック早いなあとゴックと圧いだしあ後ろから撃たれた人とあっさりコックピットを撃たれた人なのねさてそういうわけで怪獣的な登場と活躍を見せた前回のゴックを引き継いてズゴックも怪獣的かつしかしゴックよりすごいという見せ方がされるわ27は女スパイ潜入ってジー・アーマーの解説「デビル将軍がそれを聞いてる」「アムロがホワイトベースに馴染んでる」 皆がもう戦争状況に馴染んでいる。カイが耐えきれなくなって下船する。それを見逃すブライト。ミハルがカイに接触。カイ下船したけど帰ってくる。ミハルのホワイトベース侵入。と、もうお話としては、かなり無理だくさんなのよ。戦争と戦火の民間人、よくぞこれをロボットアニメでやりおるにゃ。というか、カイの人、出てった話で帰ってきたのか。この前の水入り動画でも語ったけど、ファーストガンダムは1話あたりに入ってる。 お話のの要素が多いのよね特に地球に来てからは話が複数どっちに進むので本当に盛りだくさんよでも私ズゴックしか覚えてなかったわでも私ズゴックしか覚えてなかったわでも私ズゴックしか覚えてなかったわザルカその脳みそにはメカシタ引っかからないのかそれほどでも褒めてないそれぐらいズゴックは印象的なのよかっこいいのよ初登場から大活躍 カラハもいい、いと言っているのにゃ設定的に強いだけのメカならいくらでもあるけど活躍シーンによって強いと感じさせるメカそしてデザインがそれを裏打ちするのよズゴックの活躍いかにもファーストガンダムの MS という個性の強いや実で最近話題のシードの方はそれはまた今度ねはいジャがラの手足最近はおシャにフレキシブルデローズリムおシャよな 部長は後付けて設定に思うことがありすぎにゃワン部はカギズ放送後ちょっとしたらおされにあやんでいるおされかシャー専用ズモックがジムに腹パンするシーンは超有名おそらく世界で一番作られたジオラマシーンじゃないかと思うわうわー懐かしいにゃ貴重な144分の1キットだけどジムならマンハラに穴開けてもいいかなとか250分の1ジャブローに散るならば当時価格700円ぐらいだったからこれで作るかなとか サイズは小さいけどガンプラが3つも入ってマスコットもついてジオラマベースに背景までついててお得と思わせておいて当時144分の1キットは300円だからなんというか絶妙すぎる値段設定多分ジムに腹パンするシャアズ語は」はそれだけで長時間語れる人がいっぱいいると思うのにゃこの爪部分がエロドレスっぽいのが特別感あってすごいわあれ本当だ色ドレスめったに色当てしないガンダムなのに。 コマ送りで見てみたりネット上の画像を探してみたところどうもセルの表から塗ってあるっぽいのよねセル画は透明セルロイドに線画をカーボン紙で印刷裏から塗料で色を塗ってあるにゃ表から塗るとムラになるからにゃなんでそんな特別な処理を全然わからないので憶測でしかないのだけど塗り間違いとかあったんじゃないかしらね全部直す余裕はないので無理やり修正したそういう感じじゃないかしら色ドレスじゃない方の方が多いから 水から出るカットで爪かかったりするし、なんかこう色バカあったんじゃないかと。色パカとは塗り間違いでパカパカすることにゃ。でもシャア復活の重要シーンだからね。スローでニアリングなので頑張って色パカ直したとか。よくそんなどうでもいいことを確証もなく嬉しそうに語るわね。なんかこうどろりとしたものを感じるわ。避けて通りたい。<で>お話が逸れたので戻すけど、このジムに腹パンするシャー図後はみんな知ってるのよ。 これの陰で、ズゴックは強い機体、という印象だと思うわ。こうこいつ、ガンキャノンを攻めさいなむズゴック。にゃ。これもなんか印象強い。他波乗りズゴック。水属性忍者みたい。隼人の下手くそな攻撃を、スイスイ泳いで避けながら、ビーム。隼人下手くそスーパーズ付キズゴック。結構水平に飛んでいる。ミサイル連射ズゴック。すごい保持ダンス。ガンキャノンをボコボコにする、ズゴック。うわ、めった打ちね。 ガンダムガンキャノンガンタンクはダグラム並みにめちゃくちゃ硬いからやられないけどね。切りかかってきたガンダムをさっと避ける。おシャアでもないのにカラハの人すごい。そして、海に逃げる。得意の土俵に逃げ込んで反撃するのね。ズゴックはね、ギレンの野暮での使い勝手がいいのよ。水中移動も攻撃も強いから海岸で逃げながら戦うと最強。シラマな。そして、倒される時もこう、ズゴックに追わせて会場に出たところにガンタンク砲をヒット。 そこにガンダムが追いうちで脳天から竹割りズゴックやられ方も劇的。この大活躍を支えるのはデザインの良さデザインをよく見せるのはこの活躍、その演出よズゴックのデザイン内臓う器が頭部、ワングそしてド体にめり込んで内蔵された頭部。首がないと周りを見ることができないノンノン。ぐるり一周回るモノアイレール基本的にロボットに首がいるかと言われればいらないんじゃないの というのはあるわ。ボストンダイナミクスのアトラスや、ホンダロボのピッツの頃。確かに首はめり込ませておけって感じね。水陸療養であること、内臓下記が多いことから、シルエットは特徴的。シルエット。さっき言った通りに、首がめり込んでいるので、特徴的よ。なんかポケモンにいそうね。そうね。ガッチャマンの敵メカにも、いそうよ。そういう意味では、リアルロボットとしてどうなのか、という感じなのだけど。おいおい。 富のメモだとこういう感じ。母、珍妙ではあるけど、ほとんどの要素がこの時点で入っているのね。自分の味を押し出さない、求められたものを求められたように書く、職人に徹する大河原氏の凄さよね。私が、ちょっと人間型を外したロボットデザインが好きなのはちょくちょく動画でもしゃべってるけど、首が土体に埋まってるの最高よね。鉄人28号、ポセイドン、大鉄人17、ロボットに首がいるのか、いらないのではないか、自由な動きをしない首。 固定化、軸回転のみ。ライデンアーマー、イシュタルマックス。人間が人間として見えるには、首は重要なファクターなので、スナイパーは発見されないように、首のラインを隠すそうよ。ギリスーツとかね。逆に言うと首を埋めちゃえば、ちょっと人間らしさを外せて、リアリティを増せるわ。つまり、ズゴックとアイアンフットは最高ということね。間の説明を全部はしんな。この、頭が胴体に埋もれてる、二の腕。 太ももがフレキシブル蛇腹。前腕、すねが太い円筒型、水陸療養で、水圧対策にも見える。それでいて、絞られたウエスト。蛇腹も、腕は肘に向かって細く、足は膝に向かって太く、めちゃくちゃマッシブな印象を与えるシルエットよね。そして劇中でも、空を飛んだり、軽快に避けたりと、スティーディーな挙動。これは強い、確信。そして水中航行のための、優先系。私、ズゴックイも好きなのだけど、 この方のラインだけはノーマルのズゴックの方がデザインに理屈があるわ水中を濃厚するズゴックのコポーズああ<ー>、なだなだ重要そうかカラーリング量産型はブルーとグリーンシャー専用はピンクとレッドブラック基本的によくある色分けだと思うのだけど首が積まれているがゆえにボディーが丸っと単色カラーになるのがいいわわざわざ戦闘用メカロボパーツごとに色を塗り分けるのも妙ってことねそのあたりは ガム反則用アニメの敵としての分かりやすさとそれでも一筋のリアリティを残したいそういう部分のせめぎ合いだと思うのよね個人的にはズゴックは本当に全体のバランスがいいと思うわ劇中に活躍したがゆえにかっこよく見えているという可能性も高いのだけどはいはい頭部ズゴックの特徴といえば頭部胴体に頭部がズもれて一体化しているのが好きなのはさっきから連呼しているから分かったわその上で物愛が グルリッシよ。m g ズボックには、めちゃくちゃ反省してほしいわ。あ、あれちゃんと回らないのそうなのよ。それ以外は満点だと思うよいキットなんだけど、諦める判断が早い。はい、組んだら見えない内部構造にパッツを大量に使うぐらいなら、動くべきパッツは動いてほしいのよ。どうだ頭部にミサイルサイロがあるから、割とギミック仕込みにくいとは思うのだけど。あ、ここにまともにミサイルを落とすと、物アイを回転させる方法があんまりないのね。 レールで挟んで動かすぐらいね。複眼のように物合いを複数つけて、サイロン兵のように、明滅させる手もあるけど、MS の物合いって、そういう仕組みじゃない、というコンセンサスがもうあるから。また、面倒なこと。そして、頭部ミサイルだけど、これは結構な頻度でホワイトベースにヒットしているわ。海面から、頭部だけ出して発射するかっこよさは、潜水艦で言えばモクれ、アップトリム90度よ。悪よしそう。この、ボディにめり込んだヘッド。 ヘットにミサイルないぞこれはつい、この二つを同時にやったのが大きい。あたかも怪獣、しかしネカである。それを強弁する小技がいっぱいよ。好きそうなのはわかる。胴部胴部も超いいわ。単純に部長がズゴッコ好きなだけなのでは。それもあっけれど、まず抱くと、胸部の上部、下部に形状の違うものがあるわ。そして、ガンダムと同じく、ウォーとハイネ熱するシーンがあるので、見かかんと。 怪獣的内部きを感じさせるかっこいいわそしてこの丸いダクトは水陸療養感があってグッとくるわ丸ければ水陸療養ならばガンキャノンやガンタンクはどうなんだという話になるけど細かい話は置いておくわはいはい HG や MG のキットではこの胸部ダクトがガタガタのライン設定画ではまっすぐなのによなので必ず改造するか旧キットを買うか諦めるかしたないのよ母はは部長は自分は勝手にアレンジするけど 公式のアレンジ嫌いよね。そりゃそうよ。ガンプラは自由よ。自由に遊べる砂場は残しておいてほしいのよ。公式が、これが正解ってやると、楽しい砂場をコンクリで埋められた気分になるわ。知らんがな。そしてここにあるコックピットハッチ。パカッと開いて、入院と伸びて、乗り降りできるわ。なぜこんな機能があるかというと、手が爪だと、クやガンダムみたいに乗り降りできないからね。ああ、そういう理由だったのか。 ジャブロー潜入作戦に使うから、乗り降りシーンが必要だったんでしょうし。ただも、う、本当にこれ、怖いと思うのよね。高所恐不詳でなくても。あ、落ちそう。高所作業用のバスケット作業車でも、腰の高さまで、手すりがあるし、命綱必須なので。このスゴックのコクピット昇降装置は、怖いわ。怖い怖い怖い。でも、シャアはさっとしてるのよ。赤い水星すげえ。真っ赤な軍服で潜入作戦する男は、何かが違うわ。 用部はめっちゃくびれているわこれによってマッシュ部活気な印象を出しているわ旧キットはモナカキットで全く動かなかったのだけどモナカキットとは上下前後で貼り合わせて出来上がりというモなカのようなキットのことを言うにゃ HGUC のキットではこの腰がうまく分割されて動くようになっててしかも結構タイトで隙間が見えなくてアイデアショーを上げていい完成度よメカデザインで関節部分って 隙間ない方が銃弾も飛び込まないし指も挟まないでしょう。指を挟むのか。ホンダルボの関節がタイトなのは、そういう危険を排除するためだそうよ。ええ<っ>。私、HGUC キットでは、ズゴックとジムが双璧でよキットだと思うわ。まさに、ジャブローにちっとけって感じよ。意味が変えらん。HGUC も出た当時だと両方700円だって、最近はプレネ金上げかけっこをするので、改造とか無茶をしにくいのが残念ね。キットの出来がいいとか、 高いと切り刻むのもちゅうちょしちゃうのだけど良いキットを見るとムラムラするわ肩部蛇腹フレキシブルローズリムよこの蛇腹となで型によってああこれこそ水陸両用という印象になってると思うわ<ぁ>なのでさっきも言ったようにズゴックいいとかかっこいいけどちょっとズゴック感減ったなと思うのよズゴック感ワンブ円筒型の前腕に。 場の手そこから生えた爪。劇中3本、映画ポスターだと4本144分の19キットだと開閉の選択式なので爪がいっぱいついてくるわこれを使って無理やり4本爪にしたりと当時キッズは頑張ったそうよ余った爪は適当なキットにつけてオリジナル MS 完成にゃちなみに MG 版は4本爪再現が最初から可能よこの爪ってやっぱりすごい発明でこれによって100分の1サイズだと もう設定上動くところは全部動く何しろ当時キットでも100分の1ならもう動いてる爪がスプリングの力により開いた状態と閉じた状態にできます HGUC なら144分の1でも動いてるあっ人間の手だとサイズ的に稼働が難しいけど鍵爪なら可能なのねこの爪こそズゴックのアイデンティティジムに腹パンしてスローでにやつくシャアの最も輝いていた頃それを4本にしてくるとは映画ポスター無茶するぜ 果たしてどういう狙いで、こうなったのか大河原氏がデザインを忘れてたのか知らんがな。こういう解釈の幅と、キット改造段にで、ご飯何杯食べられるか、という感じよ。スチロールキットで米が食えるのか。そして、この爪の真ん中に付けられた方、水冷式のメガ粒子砲という設定ね。銃口、舎軸が、前腕と一直線で、理に叶いまくっていて最高にかっこいいわ。ザクとか、ガンダムとか、なんでマシンガンとかビームライフルを手に持ってんの 内蔵すればいいじゃないっていう圧をかけるようなデザインよ圧はかけてないと思うわ水陸量用 MS ってそのデザインからキノンピを感じるのよ無駄っぽいライン装飾がない意味のあるデザインこのズゴックの腕部は頭部と合わせてそれを強く物語るわズゴックといえばキノンピなるほど全部この切れ上がったハイレグパンツハイレグパンツよなあんまり気にしてなかったけどまじまじと見ると めっっちゃ止まってるわ言われてみるとすごい切れ込みね特に旧キットのハイレグっぷりここまで来ると股間にスラスターついててもかっこ悪くない毎日的にそこにつけたくなるわよねこの頃は足の裏に熱角水流ジェットついてないしねすごい扁平足脚部これも太ももがフレキシブル蛇腹ズネ部が円筒型でぶっとい昔懐かし末端肥大シルエットなのだけど末端肥大というと鉄腕アトムとかの手塚キャラクターや。 マジンガとかの手足よねガンダムはこの末端被弾をワン部でも脚部でもしないあ,あほんとだ手足が末端に向かって太くなってない設定画ではパースやガンゴを考えてか足でっかいけどね手足を振り回す時末端が太いと重量によって手足に体が振り回されちゃうのよ鉄アレイを持ってラジオ体操をしてみるとわかると思うわ危ないことすんな 3D トリゴンゲームとかでゴックやクカイが走ってると足が大きすぎて なんかこうよちよじ感が出てしまうでしょうちょっとこれ無理あるな、的な。確かに。だから GP02 が走る時足元隠してるし、モーターヘッドも足元は砂煙で隠してることが多いし。あれは、バタバタ感覚しだったのかマーサクが社本人に聞かないとわからないけど、なので足が末端に向かって肥大しないというのは、リアルロボの一つの金字塔だと思うのよね。その分、玉をつけて力強さをアップ、とか、工夫の源泉でもあるわ。 ダムの話はもうめちゃくちゃ聞いたから今回は不要よ。ということでガンダムの足は非常にスピーディに動きそうなデザインになっているわ。ジョギングできそうなデザインね。ガンダムのデザインは本当に新しい要素が多いわね。でも、水陸両用モビルスーツは一周回ってキャラクターみたいでしょう。まあね。それを水陸両用だからとか足の裏に推進装置捨てたりとかその分太いとか、小いらしいぐらいいくつが乗っかるデザインになってるのよ。 ははこれはトムの発明「デルボトムの裾のように足を太くする」それはホバー推進装置「トルイジネ」なのでふくらはぎではなくくるぶし付近が太いそれが人間のシルエットと違うのでメカ感になるなるほど理屈っぽいこの形状でもメカでございますっていう演出をするのがかっこいいのよねはいはいそして後ろを見れるモノアイレールが最高ねバックパックは優秀正しい 鉄人28号的なデザインを、ただのロケット2本背負ってるだけじゃなくてここの段落ちが絶妙なのは素敵よねあ結構細かいところで凝ったデザインなのねズゴックは水中航行中のシーンやグラブロにエコーされるシーンなど水中でつぶせになっているシーンが多いのよそういえばそうねだからこそこのバックパックの形状と股間のスラスター足の裏のスラスターまあこれは最近のキットからだけど非常にまとまりが良いのよ まとめファーストガンダムはそれまでのロボットアニメの制作システムに乗っかっていきなりリアルロボ風味を追加したのでリアリティの幅が広いわおお、物はいいよね私ザクがルックンにぶら下がって飛んできた時の衝撃が忘れらんないわよリアリティとはマジェラトップが飛んだ時のインパクトもえぐかったわよリアルとは一体そういうゴム体なリアリティなにするものとのメカも後付けを繰り返して調整されていくわルックンも マゼラタックも時間をかけて調整されているし登場時も演出でリアリティを増してるキャラクターのメカのようなズゴックだけど演出とデザインの相互作用によってリアルさとケレンにが増し増しなのよもう一度行くわうずもれた頭部蛇腹円筒形の手足いかにも水陸療養というスタイル人の手形のマニキュレーターを配し鍵詰めかこれによって構造のシンプルさの獲得となぜわざわざマニキュレーターで引き金を引くのを という状況回避そして前腕クロー重厚が綺麗に並んだ芸術的デザインの腕部ミサイルを何発も入れるのはちょっと構造的に難しそうだけどデザインと機能が合致した頭部排熱ダクトの特徴的な形状そしてこの大活躍結論ズゴックはかっこいいはいはい言いたいことは下もあったわちなみにズゴックのかっこよさを足すためにアマゾンに飛んだら シャーズゴに似たメカを見つけたのよ。なになにロボコンよ。コメントに困るわ。せめてボスボロットかと思ったわ。ちょっと書いても見たのよ。物アイにすると MS っぽいでしょ。ぐっ、割とシャーズゴっぽい。メカブチャンネル。いや<ャ>。そんなわけでメカブでは、ズゴックを超応援しています。好きなのは見ててわかるわ。ズゴックイーは好きだけど別物ね。はいはいはい。そろそろ締めるのにゃ。せーの。 このキットにカラハはついていません。微妙につけてほしかった。MG を買い。メカ部ではメカの動画を投稿しています。見逃さないようにチャンネル登録して、メカ部員になってね。最安値のメンバーシップもやってます。お金をロブに捨てる覚悟ありがとうございます。LINE スタンプもあるのにゃ。せっかくだから、たまには古い動画も見てってね、瞑想してて面白いわよ。では次のメカ部の時間、メカ部チャンネルで。メカ部チャンネルで。 thank <laughs> you